ちょっと動画が切れてるかもしれないというか、うまくいってるかわかんないんで、あれなんですけど、まあ、続きということで、ちょっとね、尺上30分以内に押さなきゃいけないから、1個の動画は。あー、ここだね。まあ、まず、これ下がってく。まあ、逃げますよってなった時に、下がりますよってなった時に、まあ、これは野良でやってる時かな。まあ、パーティーでやってる時もあれかもしれないけど、野良でやってる時に意識した方がいいのが、この、こういう下って逃げるシーンって何回もあると思うんだけど、前ってね、みんな見てるのよ。下って降りる時って。ってなったら、普通に後ろ見た方が良くないっていう感じかな。で、まあ、正直これ下って後ろ、こう下りながらエイムしてダウンを取ろうとなんか全く思ってなくて、何をしてるかっていうと、まあもちろん敵が来てる来てないを見てるんだけど、まあこの場面で限って言うと仲間の位置かな。ちょっとレイスがだいぶ遅れてるでしょ。何をしてるんだいって話なんだけど、もうこれかなり遅れてるのレベルに入るからね。そのマジで勝ちに行くってなると、もうこんなリダ、もう建物挟んで距離はこんなにいっぱい空いてて、どうやってカバーしてあげれるのっていうのはあるかな。で、まあこれずっと見ながら落ちてってるって感じだね。まあ撃たれてねえから大丈夫だろうって途中から思って前向いたけど、まあその辺はちょっとあるかな。だからまあみんなが見てる方じゃない方を見るっていうのは結構大事かもね。まだいるからね。いやー怖いよね。そうだから気にしてるのよ。あそこで一回情報見てるからまだレース来てねえじゃんって。で、まあ、正直このまま前の建物に入るのが一番いいんだけど、レースまだ撃たれてないけど、ここのところか。なんかレースどこにいるのかなって思ってみたら、まだいると。もうちょっと遅いなぁとは俺は絶対思ってるけどね。まあちょっとその時思ってたかわかんないけど、絶対思うと思うんだよね。で、まあ、じゃあ、レース向こうにいるんだったら、ちょっとここで止まって、違うところを見てあげようかなって感じかな。一瞬こっち見て。まあ、いなかったから進みますよ、と。センサーであそこを見張っておく。そうだね。まあ、これはクソ細かいというか、そんな長く説明するようなことじゃないけど、ピン刺し下のどこだ。ここか。このね、配置は覚えておいた方がいいかな。左が位置監視する、まあ、逆時計回りになるか。斜め左下が防御するよう。下は基本使わない。普通にピン刺しするのと同じ意味だからね。一回押したら、あそこに行こう、みたいな感じになるんだけど。で、右斜め下が攻撃するよう。右が、アイテムを探すよう。で、これもほんと一瞬でできると結構、乗らんときはやりやすくなるというか、成績上がるんじゃないかな。ほんと一瞬だ、やべ、ミスった。多分ね、一瞬だと思う。マジで、あそこ開、あのメニュー開いたの一瞬だと思う。でしょ？この辺はまあ、なんか、慣れちゃえばもう全く苦じゃないから、別に、AM とか立ち回りとか勉強するわけじゃないからね。まあ、この辺は特にないかな。もう基礎のとこ見てるって感じだけどね。別になんか注意した方がいいこともないと思うけど。まあでもこれまだね、チームの動きってマシな方だと思うんだよな、野良でやってる時。だからみんなも経験したことあるんだけど、ほんとクソみたいな人は、マジでクソだからね。おいおいおいみたいな、どうなってんだみたいなあるから、まあこのレベルだったら割と上位まで行きたいなと思うかな。このまとまって動けてるんだったら。でも今の撃たれたけど、もう後ろから撃たれてて、覗いたってもうダメージ食らうだけだから一切見てないかな。まあ判断は早いかもね、その辺は。立ち位置フリーだしね、あそこで撃ってても。あー、今のところでもそうか。そうだね。この、まあ、
パス使った方がいいよって言った、まあ、理由の一つなんだけど、ここの広いところに出ましたよってなったら、まず、まあ、ウルトのジップをかけれる場所を探すんだよね、一回。で、まあ、俺は前のあの高台を取りに行ってるんだけど、取りに行くときに、一応、一旦右の建物を見るんだよね。あそこの突き出てるところ。で、見ようかなと思ったら、もう、すでにジップで今下がってってるの分かんだから、敵が。ぐーって。ちょっとずつ、ああ、めっちゃ。そう、ここでぐーって下がってってるでしょ、今。ってなると、あ、いるじゃん、敵。ってなったら、一旦この右の前のその、アイテムバンカーみたいなじゃん。で、今、あのケアパッケか。ライフのケアパッケあるけど、あの辺から出てくんじゃないかなっていうのが一番怖いのね。で、まあ、まず上一瞬だけこのエムレスって3倍で覗いて、いない、そう、パッとに。ってなったらもうとにかくあそこを先に取りに行きたいのね。だからもう一旦右は無視してても、とりあえず前を取りに行くって感じかな。で、ここのジップタクところは、ああいう自分たちが一番最初に高台取れるよってなったら、この辺かな。ここからスって多分出すと思うんだけど、で、ここから出してるのにも俺に的には意味があって、ここって射線切れないでしょ。ジップ使いたいよってなったら、で、自分たちが攻めの時のジップであそこの上にすでに敵がいますよっていうのであれば、このジップの置き方は違うんだけど、この位置を取りに行きたい、かつ取れたら位置を取れたらそこが強ポジになりうるってなったら、できるだけそこに来てほしくないのよ。でもこれが一番早い手段だから、今現状じゃあ一番どうしたらいいのって言ったら、車線が通るところにジップの乗る場所を置いてあげる。あそこから乗りづれえなって自分だったら思うようなところかな。まあ、とりあえずまず一旦前だよね。前上に誰かいないか見て、でいなそうだなって感じかな。まあ一応音も含めていないなっていうので、で、ああ、まあ今のところか。で、そのさっき言った車線通るところに置いてあげるっていうのがどうなるかっていうと、こういうことかな。こっからじゃあ例えばスナイパーなり、まあ今俺チャージャー持ってるけど、敵がこの上をあのジップ使って取りに来るってなるじゃん。そしたら、ジップ乗るところからもう見えるよね。ってなると、あそこやばいってなったら撃てるんだよ。で、まあジップなんか正直、移動速度も一定だし、移動先がもう見えてるわけじゃんか。ジップの先に来るってなるから、もうエイムもそのジップに向かってブーって同じ速度で合わせてあげれば、割と、まあダウンはなかなかね、取れないけど、アーマー削るぐらいのダメージは、カービンぐらいの武器持ってたらいけるから、一応そんなところかな。だからまああの辺の置くのは意味は結構あるな、俺的に。で、さっき言ったあの右下のやつら、あの、ジップ下ってたやつらがどこにいるのかなーって見たら、まあ、上取ってないってことは、まあ、この奥の、その建物群か。ああ、ここの、リング際の建物群にいるか、まあ、下にいるかしかないんだよね。で、まあ、一回上は見、あ、建物群見たんだけど、まあ、建物群見て、向こうが待ち構えてたら、多分撃ってくると思うんだよな。結構体出してるから、俺。まあ、撃ってきてないよってなったら、まあ、下の方が確率高いのかなっていうところかな。で、まあ、実際、ソナーが下からこう、突き上げでね、グンって上がってきたかな、今。そう。ソナーがですね、右下からこの上がってきてるでしょ。あ、もう完全に下やないかと。で、このソナーのこの位置はマジで見た方がいい。どこから来てるか。あ、下にいるなとか、方向だね。まあ、前、まあ、前後左右どこから来てんのかっていうのはマジで把握した方がいいね。でもここからも上からフリーで撃ち放題かな。で、まあ、ここちょっとあそこにできるのは予想外だったけどね。でも上取れてるから、まあ正直あそこ無理して撃たないで一回爆撃の範囲まで引いていいかな。まあ、正直これ、まあこの時も思ってたけど、俺がガンマは来てない方がいい。絶対。俺が一番ダメージ与えれる確率高いからね、チャージライフル持ってて。まあなんか、この時めんどくせえわ、と思って。確かサボってた気するわ、脱ぐの。
でもこれは正直自分がいいやまあ着る必要はマジでない。チームのこと考えるとね、俺が 100% ダメージ与える確率一番高いんだから。まあこの辺とかからそうかな。まあちょっとまた止める回数多くなるけど、今こっちから来ましたよってなって、で右下の先俺が撃ってたやつからもう撃たれてるじゃんってなったら、もうよくある、俺はめっちゃよくやるんだけど、敵とチームになるって感じかな。右下のあいつら落とす、今見てるやつらを。だってもうクロス組まれてるじゃん、2車線通るわけでしょ。まあ方面はな、まあ一緒だけど、まあ今その銃弾と俺のエイムしてるところでもうクロスが組まれてるわけだから、向こうからするとまあ動きづらいのよ。どっちに逃げたって、だってどっちからも撃たれるからね。ってなったらもう一回右下はもう全く気にしない。まあ車線が通らない位置に陣取って、ひたすらあの前の撃てるやつらを撃ってるって感じかな。この辺とかは多分瞬時で判断した方がいいね。あ、今敵と協力するべきだなのか、まあ誰かまで構わず撃つべきなのか、見えるやつらをとにかく。で、まあここの後ろ撃たれましたよ、左の。ってなったら、まあ正直だけど、なんでこれを撃たれても撃ち続けてるかっていうと、まあ相手がそんな強くないからかな。後ろから撃ってきてる。多分ヘムロックだし。これはクレーバーの音とかしたら、もう一瞬で俺頭下げるけどね。別に前の敵倒すよりもまずダウン、自分がダウン取られないことが大事だから。まあ、ここヘムロックだし。で、全然当ててきてないから、まあ大丈夫だろうと思って撃ってて。じゃあ今度優先順位つけるんだったら、このさっき今後ろから撃ってきてるやつだかな。が一番気にするべき。でもなんかもう協力プレイですかっていうぐらいのスモークを焚いてくれるっていうね。まあ敵からしたら、打ち下ろされないようにっていう意味でスモーク打ったんだけど、俺らからすると射線切れるから最高なんだよね。で、一回スモークで見えないところからまた角度変えて、今度はこっちが反撃っていう感じかな。ここのジップを出した意味としては、まあ、これは完全に考えて出したんだけど、次のリング見てさ、まあ入ってんだよ今のところって、正直ね。だけど、ほんと先端だけちょこっと入ってるだけだから、その取れるフィールド、自分たちが入れる場所の範囲がすごい狭いの、この上の部分で。ってなったら、正直上取れてるって射線は切れるから、まあポジション的には強いんだけど、グレとかね、ワトソンとかいれば、グレ入り込んでこないから、まあ強いんだけど、このメンバー考えるといなくて、かつ自分たちのフィールドが狭いってなると、自分たちが打てない射線の真下とかに潜り込んで、グレ真上に突き上げでボンボン投げられたりしたら、結構きついのね。で、回復もなくなるし。ってなったら、一応まあ向こう見て今のところいなそうだったから、一回、いつでも行けるように、もうとりあえずジップ先出しちゃう。で、この辺の考えれるようになるのって、やっぱりパス使ってないと、もしくはレイスだね。レイスかパス使ってないと、ここっていつまでも考えないんだよね。ってなると、要するに立ち回りをうまく考えれなくて、まあ、行き当たりばったりになっちゃう。まあ、仲間がクソ強くてとか、運が良くてっていう価値が多くなっちゃうかな。で、まあ、これさっきのジップが効果発揮してるよね。本来、まあ上に取りたいはずなんだろうけど、で、ここでだから結局、ジップの乗り口、乗る場所がさ、見えるじゃんか。で、これ、例えばトラックのあれ、真裏の方から出してましたとかってなると、トラックの真裏にレイブのトーテムとか書かれて、普通に突っ込まれたりするのね。そういうのを回避する。しかも、ジップの距離も長いのもすごい効果あって、たどり着くまでにめっちゃ時間かかるから、そこまでは正直打ち放題だから。であれば、まあ、突っ込まれたとしてもなんとか対処しやすいのかなっていうのはあるかな。
で、あいつはもう挟まれてるよね。まあ、ただあそこはちょっと前も2方向車線切れる場所だから。まあしばらく続けてて。まあ、この辺とかそうだね。まあ前なんか出したスナイパーのチャージライフルの時の動画の参考になるんだけど、撃ちました。撃ち終わったらエイム外してる。で、避けてる。かな。ここで外して飛んできてる球を避ける。下下がりながらね。で、これをずーっとエイムしっぱなしだと位置が変わらないから、まあ当たっちゃうんだよ。外して避けてる感じかな。あ、もう今のとかとかもうここ移動する俺の根拠になったんだけど、撃たれましたよ。見ました。撃たれた見ました。この銃弾の後なんか角度がさ、もっと遠くから撃ってたら平行に飛んでくるはずなんだよ。けど、思ったより下から上に向かって突き上げてきてる軌道だなと思って、あ、近くないって思ったの。正直敵の位置、俺これ、まあ今見れば、なんとなくあそこにいるなってわかるけど、まああのリアルな時間の中、なかなかそこまで見るの難しいから、ただもうそれ見て、あ、やばい、距離近えなって思って、まあ一回車線切って回復を優先したんだけど、もうここの回復中に今のを考えてるって感じかな。なんか近えな思ってるより。先、あのジップ行って、リングの中入ってた方がいいんじゃねっていうのはもう考えてるかな、この回復者。でもやっぱそうだよね、回復してて、もう回復中にピン刺ししてる。あっち行こうぜって。あ、ここからかな。では、俺はとりあえず一回グラップルで車線も切りたかったっていうのもあるけど、まあまあまあクリアリングでもするかと思って行って、で、正直俺の多分視線的にここまでまだ見えてないな、敵が。で、ここから、え、いるやんっていう。でも正直、まあこれは俺がいけないんだけど、もう構えれる武器がまずチャージライフルでしょ、三角押して。ってなったらもうここの段階でぶつかっちゃいましたってなった時に、向こうも撃ち始めてんだよね。まだ俺武器出せてない。ああ、いいのか。まだ武器出せてない。しかも出したところでチャージライフル。武器持ち替えなきゃいけないってなるじゃん。ってなったら一回まあ逃げるのが普通だよね。そっから今度右に行こうとしたら、この右からもカバー来たんだよ。敵の。うわ、これやべえなと思って。ん？すげえ意味わかんない進んだな。この辺、もうちょい前か。あ、なんかすげえ進んでるな。ここら辺か。来ましたよーってなるじゃん。で、うわ、右からもカバー来てるわ。正直、撃てるよ、俺。右向いて撃てるんだけど、ここは俺撃っちゃダメだと思って撃ってないのね。撃たれ、まあ、そもそも向こうのが先撃ちだし、アーマー削れてるし。で、ここで一番意識しなきゃいけないのが、もうこの状況になったら、グラップルで一人突っ込んでるわけでしょ？ 2 対1じゃん、完全に。まず生き残ること優先。二人からの射線を切らなきゃいけない。ってなって俺はやばーいと思って、こっちに逃げた。で、これでブラハが前詰めてきたら、また俺右に戻るかな、多分。で、仲間が来るととにかく待つ。で、一応まあ、ここで来て、で、ここのタイミングかな。もうこの辺で、正直、もう、コースティックから撃たれてないんだよ。まあ、こう、まあ、コースティックか。コースティックだと思うけどね。さっきのカバー来た。であれば、まあまあまあ、一応大丈夫かと思って。で、俺も前のブラハに一瞬で集中って感じかな。本当に一瞬の判断だけどね、この辺なんて。これ、細切れで見てるからできるけど、まあ、とりあえず突っ込んで、やばい。カバー色やん。うわ、やばい。前見る。撃たれてないってことはもう前見続けるしかない。で、もうここら辺の時に、あ、カバー来てない。撃たれてないってなったから、もう前に切り替えてるのね。で、正直そう、ここ、もう、ブラハ見えてないけど撃ってる。撃ち始めてるよね、ポンって。
要するにもう体力削れてるから、とにかく先打ちしないと勝てないのよ、ダメージレッスンだったらね。だったらもう決め打ちで打っちゃってる、俺は。ここは。で、打ちながら敵見つけて、エイム合わせてって感じかな。で、まあ結局86も削れてるから、まあ正直俺と残り体力一緒ぐらいなんだよね。そう。だから今の1、ワンシーンで見るとしたら、とにかくダウンしないことが優先かな、ああいう先行しちゃった時は。自分が今先行してるっていうのも理解しなきゃいけないしね。一応第パート2はここぐらいかな、時間考えると。